強いらしい。次、ミアブルフシス。何のマテリア装備すればいいかな。え、強いんだ。全属性マテリアって何？炎霊気雷槌全部持ってくってこと。じゃあ二手に分けますか。雷槌と霊気をクラウドに、エアリス、炎、風も属性ってこと。風、あ、そういうことか。じゃあ手分けして4つ全部2人で装備した。もう本当に攻略サイトいらずでセーブね。なんか緊張してきた、強いって聞いたら。かわいい、かわいいな。よし、じゃあ行くぞ。上で上でパンパンして、バッカルコーン、バッカルコーン。マジであんたら最高だよ。よく好感度上がっと。試合を期待してるぜ。試合行くぞ。準備はいいか。ああ。もう賭けなんて関係ない。今宇宙で一番好きなセリフ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。めっちゃ興奮してくれと。あれ、椅子座ってない？あ、椅子座ってない。椅子。ベンチ。椅子。お尻が痛いよ。お尻ヒリヒリするよ。椅子に座らないとお尻の骨折治らないよ。椅子座り忘れたって聞いたらガゼンこう。アファファ。マジか。なんか酔っ払ってるからうっかりミスが多いよね。地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップルって言われて否定しない2人。やっぱクライアはいいですわ。クラウドにもファンついた。これでイケメンやで。男からも惚れられた。結婚してくれ。この街のテンション大好き。地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されし門。椅子に座り損ねたけど、我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。ヘルハウス、ヘルハウスってさ、オリジナルだとさ、普通にあの緑の公園の手前の道に単独で出てきたよね。何も盗めない。いえ、メルヘンびっくりハウス、ヘーベルハウス。はいはい。ただの家だよね。お家。こんなボーナス的に昇格したんか、ヘルハウス君。謎多き悪魔の家。ポリゴンでできたヘルハウスと戦ったばっかだわ。これほどシュールな対戦が今まで。すごい、足がある、歩く家。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。普通に雑魚的だったのにこんなに出世するとは。いい絵です。まずはね、家を見破るって生まれて初めてです。氷に弱い。ドンコルネオで秘密兵器どうやって建てられたのかな。コルネオすごいね、物持ちがすごい。バリアチェンジで属性耐性が変化した時、炎弱点変わるんだ。家屋を覆うバリアが起動した時は。強敵を退けた実力派カップルに対するは、一体勝つのはどっちなのか。ふう、エアリスがヤバくなってる。気合い気合い。ああ、よかった。鮮やかな一撃、沈むべくともしません。近いから強撃してやる。強撃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 からのブリザラ。うわー、くらえ、言えよ。いいえね、ブリザラ。放りなさい。これは苦しそうだ。サモン。エアリスがいいかな。エアリスでデブチョコボ呼びたい。まだ呼んでないよね、そういえば。サモン、デブチョコボ。
召喚。会えるの待ってた待ってた。デブメタボリック、鳥になったカビゴン。すごい、デブチョコボのことまで提供してくれるのか。サモンアビリティドッスン。ドッスンって、あっエアリス、やばい。デブは無属性、デブは無属性、デブは無属性って、いいね、予想だにしなかった。ビッグバーム、やっぱ玄関が顔なのかな、この家。連携しよう。サモンアビリティドッスン。全然減らない。え、なんか、うわぁ、なんか爆発した。キュートなぬいぐるみたち、ビッグボーム。え、バリアチェンジした、炎を有効に変わったの。炎なの今、炎を持ってるのはエアリス。あ、エアリス食べられてた。あ、いや、死んだ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 、死に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 、エアリス何。おお、そっか、さっきまでは厄介だったモーグリが、すごっ、怪力か。デブを持ち上げた。家が塵の下敷きに。ミシミシ、待て、何、あ、クラウド、あ、エアリスが、あんだ、やっけなかったね。いいよ、これからだ。なんやなんや、タコ食べていい、チャンスタイムかいな、タコタイムかいな、タコチャンスタイム。おっと、どんだけ出世したんよ。いや、うわ、うえぇ、ー、うわぁ、タコでそうだった。メガポで、エアリスに何を、本性を表したヘルハウスにどう挑む。なんかなんかなんか、ランドエアリス、ベースタムにベースタムに入った。このまま吸い込まれてしまうのか。エアルラ、あ、MP がない。あ、メガポ、エアリス間に合え間に合え、あ、吸い込まれた。何これ、玄関から入っちゃった。エアリス来客中、フィニットエンド。上行っちゃった、上、家が上まで。わわわわ、上から燃やす。うわ、エジプト技使いたいな。あ、出て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 、クラウド選手も大打撃か。頑張ろう、サンダラ。まさに完全無欠のセキュリティ。おお、なんかバリアが張られた。この壁にやめてよ、なんとかを使う。またエアリスがお家に監禁。やばい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 。エアリスの癒しの風を使う。何のソロ、癒しの風、守りが再びタップルを。ああ、クラウドまでお家に監禁。あ、でも癒しの風もやってる。癒しのブリーズ、敵の時は腕を攻撃、あ、今腕を攻撃するべきか。で、くらえ、買った腕も。が振り刺さげ、あ、だだだ、カッ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 。あとクラウドのリミット一回切り、うん、え、いや、え、炎、いいつ、いつ炎になったの、全然わからん。はイマイチか、ちょっとエーテル、MP がすぐついちゃう。はいはい、ってことは今エアリスなの。サンダーになった、どこで判断してんの。窓の色、窓なんか一回も見たことない。わあ、遠い遠いし、つまり距離魔女っ子に。
クラウド。わばば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 クラウド。ケアルラが1回分なんか損した。やばいやばい。MP がないからエーテル使わないとやばい。クラウド。アイテム。メガポーション。クラウド。まだやれる。これで正義。MP もない。エーテル使った方がいいか。防御忘れてた。え、今は？今は雷だ。あ、タッチパッド押すと見れるんだ。あ、エアリスがタッチパッド押してる隙にクラウド回復してた。からの逃げろ。エアリス見てる。こちらももどかしい。間に合えからのうわー、受けたつもりがゲージがたまらないといけないの。硬いよ。なんというエンディフィールド。あー、メガポーションなくなった。あ、今サンダーか。あー、吸い込まれた。手を壊す。回復。あー、戦闘不能。待って、マジで。硬い。今撃てた。よし、ペニオタイム。ペニオ。あー、ちょっと今使えなかった。あー、やばい。これは痛い。頼む。よし、かけた。来た。おっしゃ、ナイスエアリスリミット。炎か。ファイラ。体だけでなく心も元気になります。あばばばばば。大喜利くらえ。これは避けたかった。あれ、サンダーになったってこと。あ、じゃない、エアロ。よし、こういう時は魔法。あー、でもクラウドが。ひとたまりもありません。あー、 MP がない。大ピンチ。エーテル使いたい。エーテル。私にエーテル。あー、こっち来た。ダメ。痛い。あー、ゲージ溜めたから。ケアルーラ、エアリス。これ逃げ場がありません。あ、ガードでもたまるんだ。あ、エアリス
せん。ほら、まだいけるな。エリオだぞ。エアリス、そんなとこ行ったらダメだって。あ、ちょっと待って、今のフェニオもったいなかったっぽ。様子がおかしい。なんだ、おかしいかするか。なにそれ、なにそれ。ちょ、エアリス戦闘不能だったのに、今の時だけ目覚ました。飛んだ、飛んでいる、飛んでいる。今、建築時に新たな1ページが刻まれました。飛んでいる。そっちは任せる。おっと、ここでバリアチェンジ。何を企んでいるのか。やっけー、アリス。1秒ごとに戦闘不能なる女の子。あー、ちっちゃな。さあ、エクサがない。ハイポーションで死ぬしかない。お金も足りない。クルミを。優勝は人食い屋敷ヘルハウス。ダークラウド&エアリスチーム奮闘むらしくヘルハウスの餌食にサンキューアットグッバイ。いつのことだか思い出してごらん。あんなこと、こんなことあったでしょ。クラウドのあクラウドのあヘルハウスの前に。あれ、椅子座ってない？あ、椅子座ってない。あんなにみんなが椅子言ってくれてたのに。ああ、ちょっと待って、アイテムも使い切っちゃっての感じだと、後半が、え、待って、マテリアでも全属性持ってきたでしょ？だから、アリゾンに戻るし、アイテムのために、テンポを目指して、って言ってるのか、クマ。さあ、違うのか、ウルタ、エスタ、エル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 タ、ちょっと待って、どうしたらいいですか？防御が、ガードができない。ガードができてない。いや、イージーにはしない。ガードでもたまるんだ。回避多めに。回避とガードね。てかガードロッドにした方がいいかな、もしかして。じゃあガードロッド装備するね。いや、イージーには落とさない、絶対に。それはワイのプライドが許さへん、許さへん。椅子な。オッケー、椅子。どんどん派手になってく。何これ。いや、これちょっと嬉しいね。クラウドファンクラブもできた。アキラより男かい。男から見てもいい男。ほら、どうやろ、イケメンやろ。ちょっと悔しいね。ガードロッドに変える。椅子に座りーの、座りーの、座りーの。座った。椅子がないと生きていけない。もう椅子なしじゃ生きられないよ。で、ガードロッドに変えます。もうめっちゃ面白い。なんだこのゲーム。装備、聖なる魔法陣、はい。あ、で、祈りのマテリア付け忘れた。これだ、これだよ、これだよ。オートケアル、いらない、いらないか。で、じゃあオートケアルの代わりに何つける。あ、これ回復で範囲化、範囲化だじゃない。召喚獣さ、デブチョコボよりもさ、カーバンクルにするか。防御力を上げれる。祈りじゃなくてエアリスにイカズチをつけるか。つまりクラウドが祈りじゃなくて、祈りよりチャクラ、チャクラにしますよ。見破る、いらない。さっき見破ったけど、見破るじゃなくて MP アップとかにしていいですか。
じゃあこれでいくか。緊迫感。マジであんたら最高だよ。あ、緊張する。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか。多分いい。もうこの上ないほど戦術を考えた。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。初手魔法陣ね、オッケー。窓の色。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。あー、ドキドキする。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。よし、私一人で戦ってるわけではない。総力戦行くぜみんな。ついに始まりました、コルネオ杯スペシャルマッチ。今炎ってことかな。アバタの強敵を退けた魔法陣ぐるぐる。あ、ちょっとやりそくれてない。オッケー。見破る持ってかった方が良かったんじゃない。弱点が。あ、窓の色見ればいいのか。今炎ね。オッケー。ファイラ、やまびこファイラ。この魔法陣めっちゃ有能なんですけど。うぅ、いや、お互い様子見といった感じですね。これでギリギリまで手の。うわ、色がまた氷になった。エヌケル吸い込まれた。中でどんな宴が催されているのか。逆の色、炎だよね。くらえ。これは苦しそうだ。この魔法陣結構永続効果が。バリアチェンジ。風の時は弱点なんだ。風の時はサンダーかな。緑の時は雷。雷 OK。 しゃっ、ビリビリ。大ダメージです。交代。合ってた。範囲化、ナイス。落ち着いている。バリアチェンジ。炎ってことはブリサラ。いけ。続いてバースト。ってことはクラウドでいけ。これバーストスラッシュですか。バーストスラッシュ、バーストになったらバーストスラッシュの意味を。ブレイバー、インフィニティ。インフィニティがねまだ溜まってないんだわ。あ、でも溜めていくか。ああ、ああ、やっちゃえばよかった。待て、さっきこの時点でやりすぎてなかったね。で召喚、召喚の時カーバンクルでガードを固めますか。うわー、じゃなくて。バースト終わっちゃった。ボケっとしてたわ。よし召喚。カーバンクル抱きしめたくなる可愛さだ。会えるの待ってた。すごい、なんか想像と違うカーバンクル来た。サモンアビリティ、これ物理ダメージか。物理ダメージを軽減。かわいい見た目と裏腹に。ちょっとね、あのコメントとね、実際の実時間とね。あー、吸い込まれた。やー、エアリス、やばい。あ、魔法陣消えた。それなら魔法陣結構長時間会ってくれたね。そしてカーバンクル、あ、習得した。ガードロット育った、ナイス。うわっ、硬いな。しかしどうなる。こちらけの勝負にてお買い求めいただけます。
だけでなく心も元気になりますね。禁断の扉が開かれた。やばい、吸い込まれてる。なななな、これは防げないのか。閉じられます。先回りしてクラウドで家の中まで届いた。回復がいいぞクラウド。緑の窓だから3だ。OK、連続魔。OK、客席のファンも固唾を飲んで見守っている。元気出てきた。あーやばい。あーっ、終わらせ。うわー、あっと、キビット。よし、これ見て。俺が出る。落ち着いていく。よし、かけ。よっしゃ。エアリス選手によるけなげなサポート。会場に頼む。サポートというのがメインだわ。今そうになりますね。あー、なんで属性間違えた。ケアルがエアリス先回り回復。なんという攻撃、ひとたまりもありません。あー、これ無敵モードか。元気出てきた。やばい、MP 回復しないと。 MP 回復したし、魔法陣描き直したい。キー、激しく燃え盛り、あとには何も残しません。あー、回復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 、回復したりてない。そっちは任せる。ワード決めたのはヘルファー。魔法陣の上に来るのがもう嫌。あっ、ちょっとバーストした。っしゃ、ケケケケクラウド。手も足も出ません。協力してこ。あー、ガードずるいよ。無視できません。よし、サンダラ。あー、吸い込まれんかい。また先回り回復しといた方がいいよ。うーん、大技を決めたのはエルファルス。あー、あほいっと。やだ、クラウド&レイリーチーム、これは痛い。エアリス、あー、間に合わった。です、無茶をするな。使っちゃうか。一面を焼き尽くすバグフ。これは逃げ場がありません。エアリス選手によるけなげなサポート。今ファイラー、あー、腕に腕に完全無欠のセキュリティ。このエリフィールド腹立たして襲いかからんとするヘルハウス。やめろ。あ、玄関の前に立っちゃダメだって。あれほど衝撃、人
とたまりもありません。 MP ないんかよ。そっちは任せる。はいはい、協力していこう。ドライドも玄関や玄関や玄関や、いやごめんね。うわ大して回復しないわ。えもうだから玄関嫌だよ。食事タイムの始まりだ。先にリアリス回復しとる。気負いすぎる。はいはい、腕なし。このダメージは無視できません。ああ。おっと、これはヘルハウス優勢か。うるさい。ヤシの風じゃ。運んで、私の思い。窓の色。青？青だよねこれ。ああもう肝心な時に MP ない。MP がないのが本当にイラつく。後半きついな。建築士に新たな1ページが。実況が面白すぎて。クラウドにエンジェル使いたい。おっと、ここでバリアチェンジ。なんだと。何を企んでいるのか。エルハウス。
リットがバンバン溜まるわ。1セントでこんなに溜まるんか。まあ青雷ってことは風か。ファンタ MP がない。定めるんじゃない。やだ、だから吸い込まれるのやだって言ってんじゃん。もうしつこい。あとエーテルもエーテル使わないと。このダメージは無視できません。わかってるよ、エーテルターボだもん。頑張るね。はい、こんな時は、こんな夜はグリザラな気分。はっ、カキーンと走れ走れ、若さ全開、5人の中に。あっ、ガードしてヘルハウス、再びバリアチェンジ。来るのか。こっち狙ってくんなよ、今回復しただろ。もう、心配ないよ。あーもうクラウドの MP がないから。バスターソード頭に刺さって痛かったもん。これラスボス？あともうちょっとやったのに。勝てねー。いえ、強っ。あー、これはすいませんでした。あの、みんなにこんなに作戦会議させてもらったのに。あー、敗因は何ですかね。回復 MP が尽きたっていうのもあるなって思ったんですけど、なんだよこの家。はあ、もうイージーにだけは絶対しない。
いやー、頑丈な家だな。ガードと回避が下手なのね。あと属性ミスってたか。見破るやっぱ持ってった方がいいような気もするな。見間違えるから。吸い込まれる時に弱点魔法。バリア中は攻撃しない？回避よりガード？ガードね。バトル直前からやり直す、はい、バイオって聞くってこと？家にバイオ聞くの？私やっぱ見破るしたいんですよね。あとチャクラを使い損ねてたんで、チャクラじゃなくて、いや見破るでいいかな。範囲化いらなくない？もう個人個人で回復してたから。範囲化じゃなくて見破る回復、チャクラをバイオにしていいですか？え、もうすぐ5時間？早っ。地球の時点早っ。地球の時点早っ。マジでバイオ入るの？あー、助走したいよー。毒効くんだ。じゃあちょっと毒でいい。毒でいくわ。毒だ。クラウドに毒をつけてしまったから気をつけとかないと。よし、これで一回セーブしとくか。あー、うん、オッケー。ちょっとちょっとお話しに。あー、ただいま、すぐま。あのヘルハウスにロックじゃなくて、敵のターゲットカーソル変え方ってこの右スティックを変えるとかでいいの？なんかどっかにそういうバトルの変えてないかな。バトルセッティング、え、こんなことできんの？これを押したままこれで、ポーション、え、これ神じゃない？もしかしてこれを、うん、フェニックスのキャルだ、キャルだ。ショートカットいらない？使いこなせないかな。使いこなすことが万が一できたなら最高なんですけど。これ覚えらんないよね、そんなとっさの時に。あフェニオをショートカットに入れる人なんておるって言われて、だって死ぬんだもん、死ぬるんだもん。あ、わかった。これインフィニットエンド覚えてるからバスターソードに変える。マテリアがその方が多いから。もう一個つけれる。そしたらここにMP アップって2個つけたら上がる？MP アップ2個使うとかなしかな。マネージャーにやってもらうっていう説一回やってもらおうか。一回ちょっと高木さんにやってもらおうか。 HP アップ、いや見破るはいる、ごめん、いるわ。毒の代わりにアイテムの有害物質を押します。あ、有害物質なんてものがあったね。それ効くかな。ちょっと一回これで、これでセーブするんで、ちょっと一回マネージャーさんに仕事してもらいましょうか。ちょっと一回やってみて。一回ちょっとほぼ操作バトルやったことない人に渡してみました。そういう方が逆にフリーダムでいいんかも。恵子さんにやってみてもらおうか。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか。今あのコンテナ動かししか高木さんやったことないんだけど、今初めてバトルに行ったことがあるヘルハウス。頑張ってくれよ。ファイオー。あー、私はコメントを見て、あの異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯、応援のコメントを見て、皆様このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。高木さんがワンパンで倒す。
アマタの強敵を退けた強力なカップルに対するは、ビジ悪魔の家。で今は霊気が弱点だから、あのエアリスに切り替えて魔法陣なのか。エアリスで魔法陣アビリティ連発できるようになるから、遠距離から。あ、ガードガード R1 R1。下がっている。玄関気をつけて玄関。あの色。ズゾンの設計ミストしか。バリアチェンジで属性変わります。ターゲットロック、押し込むと。交代。あ、全然です。それで弱点を見て見破るができるんですよ。四角いところを押すと真ん中の。コントローラーの真ん中を押す。あ、でもクラウドでケアルだ。あ、大丈夫。見守って。今はクリサラかなこれ。俺が出る。決まった。バーストした。バーストクラウドで。クラウドでアメリカ。ちょっとずつ待っていて。完全に止まったか。続けていくぞ。エアリスでも。マグルじゃなくて魔法。クラウド&エアリス。次はそっち。俺が決める。そして召喚できるカーバンクルでカードを固めよう。次ゲージ溜まったらカーバンクル召喚して。エアリスです。案外やっけなかったね。え、なんか案外良さそうっていうか、私よりすでにうまいっていう。ひぃ召喚しましょう。何来るぞ。走ってるだけでゲージ溜まる。何温かな我が家がいっぱい。エアリスのゲージ溜めて。ついに人食い屋敷インザハウス。それでガードが効果できるアビリティ使えるんだから、あとクラウドで一回バイオを入れたい。毒ご覧ください、天より舞い降りるキュートなぬいぐるみたち。よし、バイオ。かわいい見た目と裏腹にその一撃は強力だ。バイオって、はい、バイオバーン。どうなる、どうなる。手がダメだ。あ、ヒートした、ヒートした。アビリティでラピッドチェーンか。エアリスのゲージが溜まったらカーバンクルのスキル使って。サモンアビリティ、サモンアビリティってやつでした。あ、溜まってない、溜まってない、まだ。あ、ちょっと2ゲージ溜まんないとダメなんだ。あ、カーバンクル出てきた。カーブルも引き裂くエースの雨。で、できればクラウドで、あ、バイオは埋まったんだ。バイオ下がった。ワンスローでの一件に差し入れ模様です。バーッとバイオフラッシュアウト。お、あ、ばばば、ターゲットをした方が。私の出番。あったった。魔法陣の上で魔法から。できればクラウドの余裕ができたらエアリスに。繰り広げられております。魔法エアリス、隙を作る。毒が刺さってた。エアン、バイオマン、バイオエレクトロンだ。オッケー。今の達成なんだ。見破るできる。見破るか。来ないで。四角ボタン真ん中だ。あ、炎だ。フリザラだ。あー、復しちゃっちゃう。あ、クラウドが。クラウド回復して。クラウドでエアリス。これは痛そうだ。あ、エアリスでもいいや。もう私に任せて。あ、エアリスにケアルラをできてない、できてない。死ぬる、死ぬる。ケアルラ、
エアリス、エアリス、あ、クラウドじゃない、エアリス。心配ないよ。おっと、何ですか、ありません。あー、これは、エアリスで、エアロラ。俺が出た。やばい、クラウドでエアリスを、ケアロラ、ケアロラ、エアリス、はいはい、集中して。あー、で、エアリス、サンタ、サンタラ、エアリス撤収。ナイスな危険でバリアを解除。あー、エアリス、エーテル使ったのか。俺もこんな彼女が欲しい。バイオってまだ効いてるかな。クラウドで、あ、でもバイオまだ刺さってるわ。あ、でも上に行った。今はエアリスついて止めよう。エアリスついてもいいかも。あ、でも神の愛を試さんと容赦なく神に振り捧げ。激しく燃えたかり、あとには何も残しません。普通に私より上手いんだけど。20時間以上やってる私より初見の高木さんが上手いって。あ、リジェネっていう手もあったの。え、リジェネって落ち着いていけ。頑張るね。余裕があればリジェネ。エアリス、あ、今は弱点風か。あ、エアリスでエアロラ。試合の行方はまだ分かりません。待って、初操作なんだけど、高木さん。あっと、今は、サンダラ、サンダラ落ち込んでる。うわー、突っ込まれ。またエアリスもエーテル使いたいところ。まだメガポーションとか全然使ってない。あの、今私がやってるじゃなくて高木さんに渡してみたら、まさかのすげえうまいっていう展開なんですけど。今建築士に新たな1ページが刻まれました。あっと、2人ともちょっと減ってきたみたいなタイミングだったら、エアリスのリミック技の来ないで。あ、使ってもいいかも。おっと、エアリス、ここでバリアチェンジ。運んで、何を企んでいるのか、エルハウス。振りかかる災難、自然の対策不足が悔やまれます。いや、吸い込まれないやり方がすごいな。あ、で、エアリス、あー、吸い込まれないで。エアリスでサンダラ。お食事タイムの始まりだ。あ、サンダル当てると吐き出すんだ。へえー、初めて。元気出てきた。よった。ここまではクラウド、エアリスチームが優勢。優勢ですよ、優勢ですよ。あ、プリザラ、あ、エアリスか。あ、ガード。あ、なんか MP 回復した。俺が出る。ケアルラ、ケアルラ、ケアルラ。来るか。なんという思いやり。どんどんやる。この何でもない時は無属性なのかな。あー、で、エアロラ。お、ヒートした。ダウンした。クラウドでなんかちょっと攻撃、アブリティ扱い。ついに決まってしまうのか。ガッツ。トイレを我慢中の皆さん、でクラウドに届くときにケアルしときたい。ケアルが、まだ戦闘不能なってないんだけど。エアリス、ブリザラ、見せなきゃ。決めたよ。いい感じ、いい感じ。ヒートして、どんどんお茶目が大事。クラウドでアビリティ当てたい。あー、また復活が早いな、こいつ。この欠陥住宅め。これはおダウンしてる。いいぞいいぞ、ずず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 ずアイテムを、回復アイテムをさっきは手に入れた。
ヘルハウスをあんなに追い詰めるっていう。気になるのかい。いやあ、はあ、久々にコントローラー握った今。不正はなかった。違うよ、我々1万人近くの全脳みその勝利だよ。やったー、すごい、すごかりし。9539個の脳みそたちのおかげでござる。うぃー、あ、めっちゃ嬉しい。なんか今度ラーメンか何かおごりたいと思います。いたいた、あー来たぜ。マムからイージーモードにはしてない。運を頼まれてよ、よくやった。だから後でうちに大丈夫だってよ。あのさリアル初操作ってマジですげえんだけど。今回みたいなでけえイベントはあれだけど、イージーモードよりイージー、何かしらやってるからよ。あー勝ったー、無事勝った。コロッセオは来たい時にまた来ることができるのね。え、アイテム使用禁止とかめっちゃハードや。いやー嬉しいや、熱い展開でござったわ。餃子もつけなよって言ってチャーハンに半ライスでもいいです。あーセーブだわ。マネージャークラスファーストセーブしました。どうしようかな。じゃあ明日も生配信するんでキリがいいから明日にしますか。あ、カウガールのレコード買い忘れてる。それも明日またコメントで教えてもらえると嬉しいです。はい、じゃあ明日はほろ酔いの乳酸菌バージョン飲みたいと思います。じゃあいっぱい寝て明日に備えて免疫力アップね。ありがとうございました。おやすみミロップ。ヘビチョコボ召喚発見した。MP がないのが本当にイラつく。いい、ミサイルとか撃たなくて。家なんだから、あんた家なんだから、家でしょうがよ。泣きっ面にバスターズ。